は東アジア崩壊ニュースです。今回はですね、竹島が実は朝鮮領だったというね、日本の、古地図がね見つかったという記事が出ていましたので、そちらの方をご紹介したいと思います。もうね、韓国大歓喜って感じなんですが、ご紹介したい記事はこちらですね。竹島は朝鮮のものと記した日本の古地図が見つかると。韓国ネットはそれに対して日本人にも見せてあげて、そんな地図は何の証拠にもならないとね、歓喜の声を上げたり疑うような、声も上がっているといった記事がね、なんか前も何度も同じような記事が出ていたような 気がしますがね、そういった記事が出ていましたので、これをご紹介しましょう。で、こちらの記事をご紹介した後に、またちょっと違った、情報も、お伝え、していきたいと思います。結論から言うと、この情報はね、全く、間違った情報ということに、なります。はい、ではですね、まず記事の方、誠司さんから、いつものように読んでいただきましょう。では、どうぞ。竹島は朝鮮のものと記した日本の古地図見つかる。韓国ネット、日本人に見せてあげて。そんな地図は何の証拠にもならない。2015年7月17日、韓国朝鮮日報によると、竹島、韓国名独島を朝鮮領と記した江戸時代の19世紀初め日本の古地図が発見された。当時の日本が竹島を朝鮮の領土と認識していたことを示す決定的な物証になると見られている。地図は大蔵国行図との名前で、18世紀の日本の儒学者、地理学者だった林士平が撮影したもの。宇津領島と竹島を当時の日本の名称である竹島、松島と表記し、韓国領に位置づけている。また下側には朝鮮のもの、朝鮮の持ち、これとの解説が付けられている。これについて韓国のネットユーザーは様々なコメントを寄せている。やっぱり歴史は歪曲できない。韓国人は全員独島が韓国領だということを知っている。日本人に見せてあげて。安倍首相は見ているか。証拠はたくさんあるのに、なぜ領土問題を解決できないのか教えてほしい。決定的な証拠があるのに日本政府は認めない。なぜか。韓国政府が無能すぎるから。子供たちに嘘を教えなければならない日本の教師は大変ダメ。独島は朝鮮の土地だった。韓国の土地ではない。同じように考えると、日本の植民地だった韓国は日本の土地になる。そのような地図は何の証拠にもならない。国力と金が歴史を作るんだよ。どうして独島を韓国のものにしたいの。日本に高額で売った方がいい。その方が国民のためになる。松島が独島だという証拠はあるのか。はい、という記事の内容でした。では記事をもう一度出しましょう。2015年7月17日に韓国の朝鮮日報によると、竹島を朝鮮領だと記した江戸時代の日本の古い地図が発見され、これがですね、竹島が韓国の朝鮮の領土ということを、認識する上で決定的な物証になると見られているといったね、記事が出たようですね。で、これに関連して、韓国のネットユーザーの方々は、やっぱり歴史を歪曲できないとかね、そんなことで、歓喜の声を上げているとともに、一方ではね、また、冷静な、客観的な意見もね、出ているようですね。これは先ほど音声で読み上げていただいた、通りです。で、この、記事ではですね、こういった内容の記事が、朝鮮日報の方に出ていたと書かれているのですが、おそらくね、この記事だと思われます。こちらは中央日報で出されていた記事のようですが、内容を読んでも、見ると、内容がね、全く、一緒でした。1802年の日本地図、徳とは朝鮮のものといった感じで、先ほど一番最初にご紹介した記事の内容と、ほぼ同じ、内容の、記事がね、こちらの方に書かれていました。で、この地図ですね。で、こちらの地図を拡大しますと、これになります。
ちょっと地図を拡大しましょうか。見えるでしょうかね。うん、まあ要するに昔の日本の江戸時代の地図で、まあ日本語の領土はこう赤っぽい色で塗られていて、そしてこの朝鮮の領土は黄色く塗られているところで、このところですね、ここで、竹島と書いてあると、うん、でこれが朝鮮のものと書いてあるんでしょうね。まあ要するにこの地図が発見されたことによって、もうこれは徹底的なね証拠であると、物証であると、韓国のネットユーザーのね方々は喜んでいると、まあ、そういった記事になっていました。はい、でね、最初の記事に戻りましょう。まあ、先ほどの古い地図を作成したのが日本の、地学者、そして地理学者だった林士平という方らしいですね。この林士平という方は、ウィキペディアのページをね出すと、まあ、こうなっていますね。江戸時代後期の、形勢論家というんでしょうかね。形勢論ですね。失礼しました。うん、形勢論家ということです。はい。関西の三奇人の一人ということですね。で、こちらの方が書いた地図ということで、記事の中ではね、名前がこの第三国の図となっていたのですが、このね、第三国の図というものは、ウィキペディアで探したんですが、情報は出ていませんでした。で、違う情報からね、まあ、得たところによると、どうやらこの、うん、三国、通乱図説、こちらですね、うん、三国通乱図説の後に、まあ、同じ内容で再び書かれたものであるようですね。うん、それが、この地図であると。いうことです。はい。で、こうなるとね、日本やばいじゃないか、竹島は実は韓国の朝鮮のものだったんじゃないかと思われるかもしれませんが、実はですね、この発見された地図というのは結構前からね、上がっていた情報らしくて、それについてね、こちらのブログで説明されている方がいらっしゃいます。まあ、こちらはですね、結構私も、うん、よく見させていただくブログなんですが、在日朝鮮人から見た韓国の新聞といった感じで、まあ、ああいった朝鮮日報だったり、韓国メディア発の記事をですね、いろいろ検証、うん、してくださっている内容で、まあ、あの在日朝鮮人ということらしいのですが、立場はですね、まあ、普通に、うん、ちゃんとした立場というかね、変に、左翼でもなく右翼でもなく、正しい情報から正しい判断をするといった感じでね、非常に、まあ、効果の持てる、うん、内容っていうかね、素晴らしいブログとなっていますが、こちらの中でね、こんなものがね、ありました。竹島売りのものだ。歴史だけでなく地図も読めないようで、といった感じでちょっとね、皮肉ったタイトルだったわけで、先ほどの、記事、ご紹介した記事がここにあって、それに対して反論する内容がね、ここに書いてあります。実は違いますと。うん、ですね、まあ、反論内容はですね、こちらのブログを読んでいただいたら、お分かりになると思うので、ぜひね、URL を動画の説明欄に記載しておきますから、こちらの方ね、読んでみてください。まあ、簡単に言ってしまえば、先ほど韓国のメディアが出してきた、あの地図というものはね、実は結構いい加減なもので、当時の幕府も認めていないね、ものだったらしいです。まあ、それはね、このウィキペディアのページにも、うん、確かね、書かれていました。どこか、ちょっとね、忘れてしまったのですが、あ、この概要のところですね。地図の正確性は乏しく、特に本州、四国、九州より遠方の測量の難しい地域はかなりずさんに描かれているということだったのですね。はい。で、先ほどの、ブログに戻るわけですが、で、このね、ブログの方が書いてくださって内容を、簡単に言いますと、先ほど古い地図、これですね、うん、この、竹島。だこの竹島ですね、昔は、今現在のこの、ウルルン島ですね、ウルルン島のことを、竹島と言っていて、
うん、地図を見てみますと、これですね。この、もうちょっと大きくしましょうかね。韓国があって、ここのウルルン島のことを昔は江戸時代のことは竹島と言っていたのであって、まあ、地図で言いますと、うん、これが竹島ですよね。で、その問題になって竹島のことをね、松島と昔は江戸時代に言っていて、ここに松島と書いてあるので、まあ、韓国からね、これが竹島が、韓国の主張だと言っていますがね、この地図どう考えてもおかしいですね。今、韓国が主張している、まあ、日本名の竹島、韓国名トクトっていうのはね、この、ウルルン島の隣にあるわけではありませんからね。ですね、これが先ほどの昔の竹島、今現在のウルルン島ですよね。で、ここに地図の松島と書いてあって、それをもとに韓国側はね、竹島だと言ってるわけですが、本来今問題になっている竹島の場所はね、ここですからね、地図。これですよね、これ。うん、これが竹島なんで、どう考えても、ね、地図、島の形状から見てもですね、この形状ですね。で、先ほどの古地図、これね、うん、どう考えても、これはですね、このウルルン島の隣にあるですね、このちっちゃい島、これのことですよね。ということを、こちらのブログの方はね、ここで説明してくださってます。もう完璧にこれはね、論破してしまいましたって感じですね。ありがとうございますという感じです。まあ、ちょっとね、私の説明が、分かりづらかったかもしれないので、もしよかったらね、今回、ご紹介した情報をすべて説明欄に、URL を記載しておきますからね、ご自分で確認なさってみてください。はい、ではですね、動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で。